さなきゃ。行きましょう。今ねあそこにいるらしいんだけど、まあ 100% やるだろうっていうのはあります。ただちょっとここ今年か、今年2021年ちょっと周年もあって忙しい人ではあるんですけども、まあ、ちょっと言ってみようかなと思いますし、まあ結構先輩とか後輩とかいろいろある中で彼とはまあ本当に年も同い年なので、もちろん僕の方が先輩なんですけど、でもまあ本当そんな差がないので、まあ、一応知人という括りで彼とは付き合っているので、ちょっと違う番組の主催ということで、その僕の知人がですね、今ここにいますね。あ、います、いるMステですか今日。はい、MSTEの。何ですか？ MSTEの何？なんか VTR です。VTR？ はい、なんか音に関する、音について語るみたいな。ああ、違う。で、それもまあそうなんだけど、はい、まあちょっと言わせてもらいたいな、本当。なんでスマホ回してんすか？言えよ。何ですか？撮ってますよ、今。違う。どうしたんですか？違うんだって。わかるじゃん、もうわかるくない？今日何にも連絡してないじゃん、お仲間くんに。はいはい。じゃあ、はい、見てごらん、格好ほぼ一緒パーカーで。うん、分からんのかな。あ、僕も今日ちょっと暑かったんで上着は脱いできましたけど。一緒じゃない、近いところにいるじゃない。あ、はいはいはい。だからおめでとうってこと。全く意味がわかってないですよ。なんかめでたいんですか？今年めでたくないですか？今年めでたいですよね。はい、何です今年。グループがデビュー15周年はいはいです。ちいちゃん、それじゃなくてもう一個あるじゃないですか。ええ、めでたいこと。え、なんすか。15周年もめでたいけどね。え、ない、ちょっとパッと出てこないですね。今なんか一番興味あることって何ですか。今、いや何でもいいよって言ったら何やりたいんですか。コンサート、まあ、お客さんと一緒にコンサートやりたいとかさ、はい、あるじゃん。はい、ライブは今回ってるんで、やったことないことでやりたいっていうのは、YouTube と、あと漫画描いてみたい。漫画、はい、この2つをいつも上げてますね、やりたいことは。いやだから、どういうこと？これはい、どういうことですか？中丸くんのチャンネルです。え、どういうこと？どういうことですか？俺と一緒に YouTube やらないか。本当ですか？本当、マジでただ、今本当ですか？うん、本当ですか？何でも元気ですからね。本当、マジえ、めちゃくちゃ嬉しいです、それ。ちょっとやろうよ。じゃあまずとりあえず、中丸くん、いいんすか？うん、ありがとうございます。でもマジ本当楽しみです。編集で編集裏ですか？裏ですか？いやいや、そう、それはもう最初はね、そりゃあ最初段階的なやつ。え、裏で結果出さないと。いやいや、編集もでもやってもらわないといないんで人が。あ、なるほど、そういう感じですか。これだってあれで、ジュニアチャンネルから借りてるからね。あとで返さなきゃいけないんだ、このカメラ。あ、一時的にお借りしてるんですか？そうだよ。あ、自力でやれと。いや、そうなのよ。なるほど。で、まだ本当にマジで俺と仲間くんしかいないの。大丈夫っすか？わかんない。なんとかなると思いますけど。うん。え、ニラさん、ちなみに編集はできるんですか？俺はパズドラしかできない。あ、パズドラ？全然編集なんてやったことないもん。だってやる人生じゃないじゃん。まあ、やってもらう人生だから。ガン表ですからね。でもほら、仲間くんできるじゃん。
一日それができます。はい、企画も考えておいてね、今日から。あ、はい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 。え、あと何人行くか分かんないから。何人行くか、何人行くか分かんないから、はい、行ってダメなパターンもあるからさ。ああ、なるほど、オファーしてみて。そうそう、あ、大体頭の中であるんですか、何人ぐらいでやりたいな、誰でやりたいなみたいな。あと、とりあえず亀梨くんと上田くんね。いや、やってガッツリガッツリやってますわ。え、わけわかんなくなりますよ。僕はいいですけど。いや、だとなんかもう何人か行きたいよね。でも、あ、メンバーはついてるんですね。ついてる。中村くん、なぜ YouTube をやりたいって言い続けてるの？もともと、グループの特定映像とか撮ったりするじゃないですか。あ、うん、私もやってます。メイキング含めて。メイキング的な、うん、あの時に、もう何年も前から結構その興味あって、勝手に企画して、勝手に撮影して、編集して、その特定映像として出すみたいなことをやってたんですよ。へー。もともと好きだったんですよ。うん。それパッケージ化さするのが、はい、うん。で、まあ、昨今のまあこの YouTube の流れも考えると、これやった方がいいんじゃないかなと思って。うん。ここ1年ぐらいずっと事務所には言ってましたね。やりたいよって。まあ、頑張るっていうよりも楽しまないと。いや、そうですよね。いや、楽しそうだなと思ってたんですよ。なんか。100万人。このなんでちょっと目を泳ぐんですか。俺見た時になんで自信失うんですか。いやいや、ちょっとでも100万人とかっていうのはちょっと夢だよ。あ、やっぱそういうのあります。夢じゃない。まあ、やってみたいです。自分のチャンネルが100万ってなんかいいですもんね。そうだよ、だって全国ツアーやって CD も出して、はい、レギュラーも持ってて、はい、で自分のチャンネルが100万人超えてるって、それをステータスとしてもすごく欲しいですよね。かっこいいですよね。え、はい、編集してるチャンネルが100万人いくんだ。俺は出るけど、それは新しいよ。自分のチャンネルが100万人って人はいっぱいいるけど、もしかしたら編集作業裏頑張れよっていうそのモチベーション上げようとしてくれます。編集してるチャンネルだっていう人は何か今あった。いや、そうですよね。ちなみにですけど、更新頻度って考えてます？基本的には週1。おお、やっぱそれぐらいですよね。まあちょっと、うん、自分の趣味に偏ったものとか、はい、全員出てないものとかは、うん、まああげたいっていう時にあげる環境にして。最低週に1回って感じですね。じゃあ、そう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 、今日から始まるからね。今日から。え、どういうことですか。いや、もうだから編集を。ああ、その作業。作業。え、いや、いいですけど、やりますけど、うん、クオリティめっちゃ下がりますよ。いや、それはダメなのよ。寝る時間削れた。いや、まあ気合い入れたらあれですけど、あと、え、誰か編集できる人、あと1人か2人いないとちょっと不安ですよ。じゃあ、20万人いったら。わかんない。このチャンネルが開いて、どういう伸び率するのか読めないんで。全然読めないよ。このチームで、ジャニーズチームで、新しいチャンネル開きました、開設しましたとか、ってこと一切やらないから、これ。あ、告知しないですか？しないよ。だできないんだって。お金がないから。ジャニーズウェブの公式サイトでやるよっていうのは、それはそれだね。それ事務所に目かけてる。それもダメ。それも事務所に目かけてる。いや、かけてますよ。ダメダメ、それは。マジで本当に、いや、大スターが何やるにしてもやっぱ宣伝ってないとダメですよ。でもじゃあ、あまたの YouTube の人たちが、はい、ね、はい、じゃあどこで宣伝してきたのって話よ。でも特にスタートなんかは宣伝しないと。いや、僕個人名挙げないですけど、めちゃくちゃ有名な超一流俳優さんがこっそりそれと同じですよ。宣伝一切なしで YouTube だったかな、やったけど、マジで登録者数が200人とかなんですよ。誰も気づいてないんですよ。いや、宣伝しないと。いや、あのさ、もう分かってもらえてない。2人じゃないから、まだもうちょいいるから、おメンツ見て。あ、なるほど。そうですよね。それを揃ったのを見てからちゃんとジャッジした方がいいですもんね。そうよ。大丈夫だから、マジで。本当にまずやろうよ。未知ではありますけども、まあ、チャレンジしがいはあるってことでいいですか。じゃあ、そうだから、本当チャレンジがあるし、はい、もう本当家で使ってないカメラとか、はい、そういうのはちょっと、あ、おのおのもう持ち出して、持ち出しで、はい、あ、あと場所ね。あ、場所許可取りもあるんですもんね。だから最悪ね、中村君ちも可能性。いや、それ勘弁してください。可能性の話。そう、全部だから可能性の話。なるほど。じゃあ、そのベースとなる、まあ、その場所もまだ決まっていないと。決まってない。そこら辺乗ったらどっか借りようとか。
ゆくゆく買おうとか。おお、なるほど。夢は、確かに夢は広がりますね。その経費とかお金管理する人も誰か責任持ってやった方がいいですもんね。まあね、それやってくださいよ。俺はやるよ。ありがとうございます。経費に関してはそれはすごい心強くなりますね。だからあとは、だからまあ俺が思ってるのは圧倒的演者と UTT カード、これ欲しいです。何なんですか？メンツ編集マンがいるでしょ。はい、だからもうその後演者とどっちでも触れるような人たち、はい、なるほどなるほど、まあ、チームとしては確かにチームとしてそれがいると、はい、だからカメラマンもいないんで、今日は手伝ってくれてますけど、カメラとかがもう興味があったりとか、そうそう、喋りとか出る方に興味があったりとかっていう人たちと、もう本当スーパースター一人ぐらい入れたいね。確かに、やっぱ引きの強い人が一人いるだけで、そう。でも YouTube 興味持ってる人って探せば結構いると思うんですよ、ね、俺もいると思うの、はい、そこに関しては。ちなみに何人ぐらいがいいと思ってます、チームで。あんま多すぎてもあれじゃないですか、大変じゃないですか。うーん、いって6じゃない、いって6ぐらい。まあそうですね。だ本当にこれマジで今日からにスタートするんで、はい、じゃあ最後、じゃあ中村君に今のところの意気込み。いや、すいません、ちょっと話聞いたばっかりで、まあちょっと分かってない部分多いですけども、まあ、元々その YouTube やる気がありましたから、まあ、ちょっとメンツも分かりませんけども、まあ、とにかく蓋を開けてみて、まあ、どうなるかだと思うんで、たまたまこの動画見た方必ずチャンネル登録してください。お願いします。よし、じゃあ次行ってくるわ。俺は分かりました。どこにですか？捕まえに。捕まえに。メンツを。メンツを。なるほど。なんでちょっとこのインタビューもうちょっと、いやもうこれ特に必要がないんじゃあちょっとまた連絡するね。わかりました。ちょっとまた詳しく教えてください。はい、じゃあね、気をつけて。はい、はい、さあということでね、捕まりました一人。じゃあ続いて二人目いきましょう。レッツゴー。次は二人目でございます。まあ本当にちょっとね、器用な子もちょっと増やしていこうということで、今その若手のね車の中にいるんですけど、さあ、来るかなあいつ。オッケー、来る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